トークショーの始まり始まり、イエーイ、イエーイ。ということで今から竹山さん店後のプライベートなことをたくさん聞いていきますが、実はそうなんです。ここだけの話、トークの内容ってメンバーには教えてないんですよ。まあなのでちょっとね、あのいつものゆるいゆるい竹山さん店後のね、日常的なものをちょっと見ていただいたらと思いますので、お楽しみに。イエーイ。まあ、せっかくなんでね、今日はあのスピンズさんとコラボということで、まずはスピンズさんのお話からいきましょうかね。はい、まずですが、今回皆さんが着ているパーカーの裏話などを聞けたらと思うんですが、どうでしょう。そうですね、これは夏ぐらいになんかあの東京の方のスピンズさんになんか4人でね、なんかあの対談、そうやね、対談しましたね。商談は違くない。で決まったことなんですけど、原案はさくらちゃんが考えてくれて、おおスクルージーって言われて、なんかさくらちゃんがどんな思いをかべて原案作ったとかありますか。この辺は分かる通り竹山なんですけど、後ろのこのバンブーって書いてるのはこれは竹っていう意味で、さすが優等生。ここに山の絵みたいな、図みたいなのを入れました。竹山尽くし。そう、なんかフードがそれなんか山っぽくなってるけ、山なんかなと思ったんやけど、かわいい。そんな感じになっております。さっきね、裏でもね、ショップの店員さんとかからすごいおしゃれでかわいいねって褒めていただいたんね。あ、そうなんですよ、これめっちゃシンプルでもめっちゃいいよね。なんかこのリボンとかもめっちゃ良くて、そうそう、プロが見てもね、かわいいっていうことで、皆さんぜひ日常でどこでも着て行ってもね、はい、全然おしゃれに着こなせると思うので、ぜひ着てみてください。はい、はい、続きまして、ちなみにスピンズ松山店の方にもよく買い物とかみんな来るんで、ちょっとこんなことを聞けと指令をいただいたので、きっとちょっと面白い話になるんじゃないかなと思います。早速ですが第1個目、はい、チョコレート事件について。知っとる感じ。そうだよね。じゃあどうぞ。これはどういう意味？車のハイエースでいつも東京に向かってるんですけど、そこでなんか私が帰った後、ハルポンがインスタとかに出したとか思うんですけど、チョコレートの残骸が溶けてありました。それ本当にチョコレートやったん？チョコレートです。本当にダースです。本当やってもうたわけじゃないです。違う、みんなやってもうたで、コノがやったって言って、みんななんかすごい大騒ぎしよったんよね。めっちゃ実際にはチョコレートやったんやね。そうです。あ、そうなんや。それ爆笑やん。そうなんや、なるほどね。チョコレート事件って、でもなんかツイッターとか見てたら、チョコレート手に乗せてたやつとはまた違う話。あ、それとは違う。あ、全然違う。全然違う話。あ、そうなんや。あれはなんか違う柄が入っとってラッキーみたいな。あ、そうです。ハートがちょうど入ってました。なるほど。ということで、ハルポンじゃない、ほんとかほのが、チョコレートでやらかした事件でした。でした。さあ早速次参りましょう。続いて、何これ、伝説のパンツ事件。何これ、ちょっと乙女としてはちょっと誰が言ったんや。 L5 パンツの事件があって、ショールーム配信を私がいつもしてるんですけど、ある日東京のその4人で泊まってるところで配信してたら、あたいのパンツがないって遠くからめっちゃでっかい声で言ってくるさくらちゃんがおって、それで本当マジどうしようみたいな、知らん、私の男物のいるのパンツ。それはパンツを3日間分持って行ってなくて、ね、1枚足らんくて、春とさあちゃんがで、ファミリーマートに買いに行っとったら、女性用のパンツがなくて、で男性用のパンツしかなくて、しかも L しかなかったんですよ。なんでそれを2つ買って帰って、やのに1個なくしてしまって、めっちゃ探しよったっていう配信を
してました結局見つかったんですけど。あ、そう、見つかりました。ちなみにどんなパンツやったの？なんかもう膝まであるよ。やばいがっつり男も、もう本当みんなうちがそのパンツ履くの興味津々で、スカートが出た後みんな待ち構え、みんな待ち構えどうどうって言って見てくるんですもう笑い転げてしまった。めっちゃ面白かったですそれハルポンの一緒？あ、そう、ハルポンですね。ハルポンも来たん？あ、そう、履きました。そうだ、え、マジでめっちゃ気になるねお父さんにあげたん？それ、あと、弟にあげました。あ、お父さんにあげました。でかいやろよかったよかった。それはえ、でも弟さ、男物の L はちょっとでかくない？あ、なんか、ぴったりですか、ね、あ、本当？預かりたい、ゆっくり、ゆっくりだよね。さすがお姉ちゃんやね。まあということでパンツの珍事件でした。さあ続きまして、これはですね、それぞれでちょっと答えていただきたい項目になりますけど、メンバーの変わっているなと思うところはということで、うん、まずじゃあ端っこかれっこか、さあちゃんかれっこかな。変わってる、さあちゃんと変わっていることは私たちが言ってるんですかね、うんうんうん、変わってるとこめっちゃすごい、ずっとダンス踊ったりしてる。あ確かに、なんかキレキレよね。めっちゃ家ではすごいキレキレの、なんかね、うん、うちストレッチしよるときもダンスしよるっていうシュールな光景が、なんかどこでもライブにおる感じで、みんな構ってくれないんですよ。いやもう構えんもん、ほんとにすごすぎて。踊って、おお、無理無理無理、え、一振り踊ってよ。いや、なんかその都度違う曲を踊りよる、なんかいろんな曲を踊りよる、ね、じゃあ、この曲に合わせて踊ってみたらちょっとまあね、それが見れたらラッキーっていうことで、皆さんね、あの、お楽しみにそうだね、さあちゃん踊ってるしかイメージないけど、今のとこいいの？さあちゃん踊っとるんと、なんかあるっけ？ない、もうちょっとあるぞ。変わってるところね、変わってるところ、いいとこしかないぞこれは、うん、そうそう、そこ、なんかそれが強烈すぎて、なんかめっちゃ強烈、他がなんか普通に見える、嬉しい、うん、じゃあ竹山の中では結構常識人みたいな感じなんかな。そうなんかな、違うんかい、それも違うんかい、すごい、でも、うん、まとめてくれだよね。そう、竹山では結構しっかりしてるんじゃないかなって、うん、よ、クールビューティー、はい、よ、クールビューティー、クールビューティー、じゃあ早速、じゃあほのたん行こうかな。ちょっと怖いんだけど、どうよ、お風呂がめっちゃ長い。長い、あ、朝は絶対洋楽かけよる。あの、すごい、おしゃれ、すっごい大音量で洋楽かけながら持ち歩いてる。これめっちゃ持ち歩いて常に音楽聴きながら聴きよるね。何聴くの最近やったら？最近、うん、テイラースウィフトがいつも聴いてます。あ、そうなんや、友達みたいや、テイラースウィフトさんがうちの親友みたいテイラーうちの親友、うん、やば、かっこええ、かっこええな、ほのかん、もうないよね、多分。あ、そうなん、意外とないな、しっかりしてる、うん、あ、そう、家ではめっちゃしっかりしとるよね、なんか洗濯物をしてくれたり、おー、そう、洗濯物、なんか母性本能が強い、あ、そう、母性本能がすごく強い、ママー本当にね、すごいよね、そうそう、あ、なんかコンビニとか行くときも、あの、そうそう、夜やけ危ないけ私も一緒に行くわって言って、え、優しい、連れてきてくれるんですよ、やばいやん、メモリみたいやん、そうそう、ちょっとそう、本当にそんな感じです。そうなんや、伊達にテイラーと親友じゃないね確かにじゃあ次、ひなほちゃん行こう。ひなほさん、どうですか、ひなほさん、もう変すぎて、なんか確かに変やな、めっちゃいや、なんかここほどあんま喋らんくない、うち、あ、そうやね、4人やったらなんか1人の世界に、自分の世界におるね。そう、なんかよくこういろいろ話しよって、ねえ、ひなほさんって言われても
わからんくていつも、え、うちは何でもいいよっていつも返すんですよ。なんかすごいことになっとる時もある。確かに、うん、でけんうちが構いに行くんですよ、わちゃわちゃ、そうそう、嬉しそうにニコニコして仲良しやな。そうだね。じゃあ変わってるところが多すぎてちょっとあげられないみたいな感じかな。多いね、なんか寝るも一番早いしね、うち。そう、早いし、みんながこうわちゃわちゃしとっても一番端のところで布団敷いて寝よう。いつもそうよね、なんか移動中のなんか車でもよく寝てるイメージなの。え、でも春が一番寝ると思う。そう、車は、あ、本当、うん、春が、まあ、そうね、断トツで好きなことやもんね、はい、寝ることがね。そうよね。やばい、かっこいい、やめちゃう。あ、そう、買い取ったツイッターのあれに紹介文に超ロングスリーパーって書いてあるそう、やばめっちゃ自己紹介変わる。めっちゃ変わる。ロングスリーパーの春ポンですってなるの。やばい。じゃあじゃあそんなハルポンの変わってるところはありますか。変わってるところ、あれなんか変わってなんかある、あれあれ、え、かわいすぎる。なんかガサツやのにめっちゃ器用っていうところが、いや私はもう負けんぐらいガサツなんですけど、結構ハルもガサツで、けどなんか髪をすごい、めっちゃヘアがめっちゃうまくて、あ、今日のポニテもさーちゃんのポニテもハルがしようしたんですけど、なんかそう、誰かの髪は絶対ハルがしてくれてるんですよね。そうそう、あの上でこうちょこちょこちょんと三つ編みがある髪型を私とかほのとかしてると思うんですけど、あれも全部ハルがやってくれとって、編み込みとかすごいですね。本当にすごいと思います。あ、なるほどね、じゃあ器用、これは器用ってことですね、はい、器用、変わってるところっていうか器用なハルポンみたいな。確かに。じゃあそれを踏まえた上で誰が一番いいお嫁さんになりそうか。あ、せーので、うん、これ絶対一致する。あ、本当、はい、じゃあせーのっていう件さしてね。はい、せーの、お、これは絶対ほのですね。さっきの話の流れから言ってもね、絶対ほのよ。だよね、ほのはもう今からでもいけるよ。今からでもいける。俺の嫁に来いって。絶対ほのよ。素晴らしい。さすが、さすがです、さすがです。ありがとうございます。じゃあ最後メンバーの中で、まあこれ結構フレンチな感じだね、お嫁さんよりかは、彼女にするなら誰ですか。ちょっとお嫁さんとはニュアンスが違うよね、彼女にするなら。遊びの関係。そんな、はい、普通に彼女にしたいな。違う人の方がいいですよね、うん、違うメンバーの方が。そうね。私が一番。なんかどっちもほのやなって思って。あ、そうなんや。だけど、違う人にしないかね。じゃあ質問変えよう、はい、彼氏にするなら誰ですか。彼氏、あ、それはもう絶対一致するやん。それはもう一致する。じゃあせーのでいく、せーのでいく、はい、いくよ、せーの、はい、でしょうね。でしょうね。それはもうやろ。じゃあさーちゃんの嫁に嫁いでやるぞ俺。わおー、いいね良いですね。じゃあ最後なんですけど、はい、最近竹山のライブって何がありましたっけ。ライブ近々。あ、近々は、うん、明日京都。そうやね、うんうん、明日京都で、うん、27が大阪で、うん、28が名古屋で、うん、29が東京で、ね、あ、そうなんだ、ね、じゃあ29が今年度最後。あ、そうです。今年度、今年か、今年最後やね。最後は渋谷で締めます。お、渋谷締めということで、皆さんぜひ来てくださいね。お願いします。はい、ライブはないですけど、プラス、うん、ワンマンとかがあるって聞いたけど。ワンマンは来年の1月19日、20日、20日に、あの同じように東京なんですけど、うん、下北沢で 2days ワンマンを行います。よっよよよ、行くよって人、お行くよ、行くよって言う人、いいねいいねいいね、皆さんぜひ盛り上がっていきましょう。、はい、ということで、以上になりますが、今来たばっかり。
当だって。ちょっとあとがね、みんなだって特典会いっぱいしたいでしょ。はい。でしょ。さあさあということで、これから一回本当だったら最後にみんなで集合写真を撮るんですけど、この後みんなでも集まってる時に集合写真を撮ります。で、その後特典会って形になります。いつもここに、そう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 、ここにメンバーが並んでこっちで。